どうも、うわっ、どうも、フィッシャーのシュービです。どうです。大木です。え食えんこよ。ソーラービーム。僕らはかなりそいつを見てきた。またなんかしてるらしい。いや怖いよ。西野とか。ああ思い出したわ。西野会議ってどういうものかっていうと、まあ、世にも奇妙な物語のなんか一個の企画みたいなやつ。そうだよね。西野っていうのがあのズームってあるじゃないですか、オンラインでみんなでこう喋るみたいな、会議できますよっていうのがあるんだけど、なんか突如現れたやばいやつ。だから西野会議は死人の会議、出ちゃった人はみんなやられると、で今回なんかちょっと見てほしいんだけど、こちらがね、西野のツイッターです。やだよー。はい。今日は今日は今日は苦しい、助けて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 ってずっと言ってる。お前トーン完璧じゃん。でしょ。そっか、なるほど、そっか、っていうのね、口癖っていうか。じゃあ開くよ。はいはい。あー、これ昔と同じ。まただよ。およ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 。次の会議はもうすぐ。エラー出てない。うわー、おお、なんだこれ。これ名前入れるのかね。うん、一応名前が入れられるようになってる、これに名前入れるとライブに参加できるんだよね、裏にほら、よく見助けてって書いてある。嘘、参加メンバーランダムでマッチングしますと。じゃあ名前入れるよ、レッド一軸で参加します、はい、あー、これの選択肢あるパターンだ。西野を助けますかって言ってる。でも、はいとうんと OK しかないんだよね。あ、始まる。あ、9人参加者がいるね。ユミティ、ユミティ、あ、え、小林、小林いる。またお前知ってるよ、影山。え、小林見たことあるよね。ユミティもまたサラダ来てる。あ、またユミティさん。ユミティさんまた来っとる。カメラビデオを貼ってなかった。あれ、今日は今日は今日は苦しい苦しい苦しい。大丈夫、大丈夫。いやー、西野と話せると思った。僕、ゆきちゃん。ゆきちゃん、あ、知ってる。とっても邪悪な存在だから、この会議ごと壊しちゃいます。西野出せよ。西野は？ごちゃごちゃうるさいよ。これからは西野の代わりに僕が君たちを壊してあげるよ。え、でも久々にちゃんと会話できる気が来たね。あ、ちゃんとできる。あ、西野、西野だよ。僕の言葉が見えてるかな。ユキって子に意地悪されて暗いとこに閉じ込められちゃった。どうやらユキは人の姿に化けてこの会議でこっそり参加してるみたいなんだ。おもろいっすね。でもユニティはサラダ食ってるから多分本物じゃん。本物ね。で、小林も前見たから同じ。お前も本物なんだよ。みんなで怪しいと思った人一人選んで削除しよう。多数決だよ。え、ゲーム性ある。え、すごい、選んで27秒で選んでユニティ。お前は本物だって。ユミティ、ユミティ、サラダ食ってサラダ食ってっからもう削除だよ。人狼みたいな感じでやってる。そうだね。こん中に一人ユキちゃんがいるってことだな。うん、あ、びっくりした。集計中。笑っちゃいけないけど、ユミティだよ。選びやがったな。え、じゃあ合ってたってこと。正解？ユミティ消えた。え、ユミティやってたんじゃね？え、ほら、これユミティがユキちゃん？人間って本当に愚かだね。本当だね。全員消えたよ。互いを壊し合おうとする君たちの負のエネルギーで僕たちはまた強くなれる。大変申し訳ありませんが、お探し…うわぁ、もう…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 うえぇ、なるほど。おもろい、おもろい。あ、いろんなエンディングあんだ。ユミティじゃダメなんだ。ユニティではなかったんだ、多分。なるほどね。ちょ、これガンガン進めていくか。ねえ。ミルクボーイの反対みたいな。あ、めちゃくちゃ。そうだね。ほな、違うかの方。ほな、違うかの方。でも、あの、ユキちゃんって言ったじゃん。あ、世にも奇妙な物語、俺、毎回見てんだけど、どういう話か忘れたけど、なんかいろんないたずらをしてくみたいな。でも、それは愛情の裏返しだったんだよ、みたいな。のの話だった気がする。に出てきたユキちゃんが、今反撃してるから。うわ、やば。俺、めっちゃびっくりした。
で、西野とゆきちゃんの話、全然違う話だった。で、これも、もう一回上に行く。今度、運にしてみる。次、誰やる。いや、でも、ちょっと待って、待って、ごめん。誰やるわ。ちょっと待って、ごめん。ゆきちゃんが？ユーミティ。あ、なんかちょっとシステム変わったね。変わった。ユーミティまたサラダ。また、お前、ずっとサラダ食うやん。どうする、次。いやでも、いや、小林だよ。こいつ前回見たから。なんかみんな、怪しく見てきちゃいました。いや、よく喋るやつこそ怪しいよ。まあ、人狼ってそういうやつだよね。そう。ゆいにまだサラダ食ったもんだよ。あ、やばい、終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。あれあれあれ、みんな誰も選んでないの。このままだと僕とみんなも消えちゃうよ。もう一回だけチャンス。絶対誰か選んでね。みんなのためなんだ。あ、いたかも。俺小林もいたから。ユミってさっき言ったからね。そうだね。一旦小林選んだ。とりあえず、だから小林を選びました。俺ら決定権重いね。小林。選びやがったな。小林。全員やっていくしかないのかな。これ2回とも選択しない？それやっぱそうだよね。絶対そうだ。そのパターン、いやだから1回目ミスったんだけど続いたじゃん。そうだね。これ最後まで選ばなかったら、うん、なんかいきそうだよね。俺もそう思う。そう思うよね。バトル分かるの。いや、しまったな。いや、怪しく見えてきた。これは選ばない。選ばないね。あ、その他っていうことがあるんだよ。今あったね。一旦選ばず、一旦何も選ばない。これだと誰も選んでないのみたいな。みんな消えちゃうよ、僕も消えちゃうよって言ってんだよね。絶対誰か選ぶ。ユミティサラダ食うな。置いた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 。ユミティ置いた置いた。伝わったみたい。はい、誰も選んでないです。ゼロ秒持った。なんだ、つまんないの。西野、出ておいで。いいの、騙してごめんね。本当は君たちにお互いを貶め合ってほしかったんだけど。負のエネルギーが僕たちの糧になるからね。悔しいけど君たちのことちょっと見直したよ。勝った勝った。長いなこの時間。ところで、この中に一人だけ生きている人が紛れ込んでいるようでね。友達になりたいからこっちに来てもらおう。俺らやるんだ。それが君のためだ。もうやられてるんだ。帰り際の本当のエンディングはあれ。そうだね、うん、なんか絵くれたね、ゆきちゃんと西野君の。可愛いやつね。一、うん、回その他行くか。行こう。その他を選んでゆきちゃんと西野が争い合う的な。その他っていうところ行こう、うん、あの投票の時に出てくるんで一番右に。 その他行くよ。はい。そういうこと。なんか人狼的なやつ。これでゆきじゃない。行くよ。うん、これいけるよね。これじゃない？多分これだよ。絶対これだよ。うん。その他で俺ゆきちゃん選んだ今。いける。よし、来た。これだろ。わはは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 は。アンディに悪を決めつけちゃったわけだね。え？残念だよ。誰かを悪者にせずにはいられない。君たちの弱さで。僕たちは。また強くなれる。合体してたの。ゆきちゃんの中に西野いたもん。バッドエンドのトゥルーエンドって言ったから、トゥルーエンドってこれが合ってるって意味だから、本当の終わりって意味だから、誰も選ばない
誰一人として選ばない、だけどみんなやられてましたよ、あなたが次ですよが本物のエンディングなの。なるほど、ね、そうだから本物のエンディングがたどり着いてると思う。たどり着いてないのが1個見つけた。え、飯食うんかお前初めからこうするべきだってか。断固たる決意。僕らはユミティを応援します。いる人の選択肢あるのに、あえてそこじゃなくて違うところで送信する。ミシン焦ってる、かわいい。やってないことになった。ユミティ、ユミティ、無敵なんだけど無敵のユミティそんなもん。よし、二度目のユミティだ。やれ、やるんだお前だろユミティ。ユミティ送信だ、送信。ユミティさよなら。さよなら、もう終わりよ。ありがとう。これはユミティさんです。たぶんハッピーエンド。なんだ、つまんないの。西野、出ておいで。うわ、いいの、騙してごめんね。負のエネルギーが僕たちの糧になる。この中に一人だけ生きている人が紛れ込んでいるようだね。それが君のためだろう。Twitter、 Instagram、 他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、あ